こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon ならではの、特色というかですね、日本の常識だとあまり理解しにくいこと、それの Amazon のアカウント削除についての話で、セラーフォーラムというですね、Amazon のヘルプの、付け足しというか、そういう感じで、利用者がやり取りしている、掲示板があるんですけど、そこで典型的なね、日本人が受け入れがたい、パターンだなと思うのがあったんでご紹介します。まず、この方ね、テクニカルサポートで許可をもらった通りにしたら、アカウントスペシャリストにアカウント削除されたと。ね、テクニカルサポートとアカウントスペシャリストの見解が違うケースがありましたでしょうか？普通にあります。それとですね、テクニカルサポートも聞く人によって違いますし、アカウントスペシャリストも、対応する人によって違います。別にね、こういう場合はこうしなきゃいけないっていう、かっちり決まったマニュアルっていうのはないんで、ガイドラインをもとにそれぞれ、自己判断という形でやっています。でね、これを見ると、それはおかしいとどうすればいいんだと、ね、いう方もいらっしゃいました。この方ですね。テクニカルサポートの判断とアカウントスペシャリストの判断は異なる。これが事実としたら一体テクニカルサポートという窓口はどういった立ち位置でどのような権限を持ち判断が難しい質問において誰に確認し回答をしているんでしょうか。ね、それぞれ、適当にというのが一番当てはまりますけど適当に回答して、判断に迷った場合は、それぞれ上司、ね、スーパーバイザー的な人に確認して返答すると。いうような形になってますし、日々の質問に対してはテクニカルサポート。しかし、アカウント削除に関しては、あるいはサスペンドに関してはアカウントスペシャリストという形で、分かれてまして、横の連携はないです。ね、アカウントスペシャリストの判断を、テクニカルサポートで聞いてるからおかしいじゃないかとか、なんで、こうなるんだと。ね、おかしいじゃないかと。噛みつくと削除の可能性がますます高まるだけという形ですね。ですから実際に、こういうことをやったらこうなったと。こういう返事をしたらこうなったというのをですね、事例を貯めて対応しないと、Amazon の場合はうまく、立ち回りができないです。ね、運任せで商品をたくさん入れて削除されちゃったと。入れ替えだけでも大変な話ですし、何も悪いことしてないのにね、削除されちゃったという話も自己流でやると大いにあります。そんな形で、テーマアカデミーでは、皆さんのサポートの経験をもとにですね、今はこういうことやると削除されやすいと。ね、こうサスペンドだったらこういうことを言うと、サスペンドを解除できると。あるいは、削除サスペンドになった時のために、こういう商品は扱わない方がいいとか、こういう対策をしといた方がいいというのをね、ノウハウとして蓄積してますんで、ある程度、Amazon リストに可能性を感じて、自分一人でね、やってると、仲間内で、そうですね、月100万以上の売り上げやってる人が、10人、20人いて情報交換してるという場合以外は、今はもう Amazon 自己流でやっては、それぞれアカウント削除とか、いつまで経っても売れないとか、やったけど儲かんないということになりかねないんでですね、きちんとしたサポート、転売アカデミーで受けて、取り組むことをお勧めします。今日はアカウント削除についてですね、テクニカルサポートとアカウントスペシャリストの対応が違うということはあるんでしょうかと、ね。普通にあります、ね。アカウントスペシャリストから見たら、テクニカルサポートが何て答えるのか知ったこっちゃないと、ね、ガイドラインを通りにやってるし、フィリピンやインドのテクニカルサポートのスタッフがですね、何言ったかなんて知るわけねえだろうというような姿勢でいるのが、正直なところです。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。